山田正宏は、日本のオートレース選手。東京都出身。二十四期、元船橋オートレース場所属。二千十六年四月より、川口オートレース場所属。山田正宏は、伊藤忍や浜野厚、中口武志らと同じ二十四期生としてデビューした。池田正和や永井大輔と共に、かつての船橋を支えたエース選手であり、全盛期には、 現役最速と呼ばれたスタート力を武器に大レースでぶっちぎりの競争を展開した。デビュー当時から2000年頃まではパッとしない日々が続いたが21世紀に入ると徐々に船橋で対等し始めた。もっともその頃はまだ単にスタート速攻型の選手という認識で見られていた。そんな山田を劇的に進化させる端緒となった事件が起こった。 それは2003年3月2日、地元船橋で開催された SG 第16回全日本選抜オートレースの優勝戦でのことである。この時地元勢は、愚か関東地区の選手で、優でできたのは山田のみであり、0メートル半でのサイン1号車に入った山田に、大使非常に大きな期待が寄せられた。しかし、 山田はこのレースでまさかの単独落ち者に沈んでしまう。しかもトップスタートを切って後続を数十メートル引き離して先頭を独走していたところでの信じがたいミスであった。この落ち者でしばらくは挫折感にさいなまれなかなか立ち直ることができなかった。しかしそのショックを乗り越えレースに取り組む姿勢にも変化が見られるようになった山田は さらなる成長を遂げ、2005年9月25日、SG 第9回オートレースグランプリで記念レースを飛び越えて、いきなりの SG 制覇を達成したのだ。その後は好調と不調の波がしばらく続いたが、2007年8月に新たに購入し、実戦投入したエンジンが山田をさらなる高みへと押し上げた。同年1月11日に生まれたマナ娘の名前と、 誕生日をもじって、ナノ111という呼び名を与えられたそのエンジンは、近年稀に見るほどの、超抜け気で、その好調ぶりは、他の選手が脱帽するほどだった。山田は、スタートにかけては、日本最速とまで評されるが、時折そのスタートでミスをすることがあった。多くの場合は、スタート時に白煙を吹いて空回りし、大きく出遅れてしまう。そうなれば、 従来の山田であれば、そこまでであった。しかし、新車、ナノ111号に乗り換えてからは、たとえスタートに失敗しても、後方から追い上げて勝利できるようになった。この校長エンジンに引っ張られるようにして、山田の技術も、さらなる向上を見せ、特に裁きにかけては、大幅な成長を遂げた。10月には、地元の一般開催で、圧倒的な完全優勝を飾るなど、 その力は凄まじいものであった。そして、2007年11月4日、SG 第39回日本選手権、オートレース優勝戦。ナノ111という超抜けエンジンに加え、選手間で評判の高い超抜けた、嫌であった、48タイヤを装着し、因縁の1号車で優勝戦に臨んだ。そして、フライング発生に伴う2度目のスタートで、 トップスタートを切ると、みるみるうちに後続を引き離し、50メートル程度をつける、独走劇にて優勝を飾ったのである。完全に勢いに乗ったまま迎えた、SG 第22回スーパースター王座決定戦でも、圧倒的な力を見せつけ優勝。SG 連勝により、2007年度賞金王と、最優秀選手に選ばれた。しかし、 この SS 王座決定戦の優勝を最後に、圧倒的な強さは影を潜め、山田は優勝の微酒から遠ざかることとなり、現在は永久のレーサーとして、時折往年の走りの片鱗を見せるに止まっている。弟子に32期の女子レーサー、肩のリサがいる。ありがとうございます。